い、みなさんこんにちは、 TK チャンネルでございます。というわけでですね、今回も、久々のアプリ紹介をね、してみたいと思います。最近ですね、そのいろいろアプリ紹介してるんですけど、まあいろいろネタがね多いということでね、まあアプリ紹介させていただきます。というわけでね、今回ご紹介するアプリはこちらです。じゃじゃん、こちらにあります XREC というアプリでございます。こちらはですね、どういうアプリかと言いますと、今までこういうアップストアには滅多になかった画面をキャプチャーするというアプリでございまして、こちらはですね、結構その、なんて言うんだろう、その、今までそういうキャプチャーアプリって、その、なんだ、脱獄しないといけないだとか、そういう話がありましたよね。でもそのなんか、脱獄不要の、なんか以前あったじゃないですか、ディスプレイレコーダーっていうアプリ。そちらが出たんですけれども、なんかその若干重いだとか、そのなんだ、そのウイルスが入っちゃったりするんだろうみたいな、そういうあんまり高評価じゃなかったんですよね。でもこちらはですね、その操作性もいいですし、その重くないとかっていう話もありますのでね、まあ有料なんですけれども、まあ170円だったと思います。有料なんですけれども、その、まあ海外があると。まあ、キャプチャーアプリは結構レアなのでね、購入してみました。こちらね、まあちょっと早速開きましょうか。えい。まず開くと、こういう画面になり、こういう画面になります。ちょっとさっきいじっちゃったんですけれども。で、こちらでね、録画を開始するには、こちらのボタンを押します。じゃあちょっと押してみましょうか。この再生ボタンをね、押します。押します。はい。というわけでね、今こちら、録画が開始されました。多分ね、この辺に画面が映ってると思うんですけれども、ですね、これ、キャプチャーをしているときは、上に、XREC と表示されます。こちらね、しかもその、動きもかなりスムーズですね。はい。結構、動きもスムーズで、いいですね。こうスルスル動いてくれます。あ、もうちょっとでね、まあこういう感じで すごいですね。結構キャプチャーアプリにしては結構動きますね。こんな二重でやってるのにすごいですね。こういう感じでね、その結構その軽くてその操作性もいいんですよ。で、キャプチャーしてるのにもかかわらず、そう動かしやすいというか、なんていうか、そういう感じなんですよね。はい。で、まぁ、ちょっと、こちらのね、一回再生を止めてみましょう。再生を止めるには、もう一回このアプリに入り、こちらのね、なんか四角いボタンで、再生を止めます。止めますね。はい、止めました。で、その止めたやつを、確認するには、こちらのビデオズというボタンを押します。それで、こちらのね、その、見えるかな、こういう感じで、こちらにデータが入ってますので、こちらを押すと、見ることができます。でね、設定を変える方法をね、ご紹介したいと思います。設定を変えるには、こちらの歯車ボタンを、押します。そうすると、このようになんか、ビデオのサイズだとか、ちょっとこちら重いですね。こういう風に、変えることができます。はい。それでですね、先ほど撮ったビデオの、こちらを共有したいとか、あとカメラロールに書き出したいとかっていう方法をお教えしたいと思います。シェアする方法ですね。それはですね、こちらの矢印ボタンを押して、矢印ボタンを押して、このように出ますので、まあいろいろね共有することができます。例えばまあカメラロールだとかドロップボックス、ブンプとかキャプチャー、 YouTube キャプチャーとかエバーノートに書き出すことができます。というわけでね、今回はこちらのね XREC というまあかなり珍しい画面キャプチャーアプリをご紹介しました。こちらはですね、ちょっとやっぱりその、アップストアのそういうガイドライン違反とかっていう可能性もありますので、すぐに消される可能性がございます。なので、購入はお早めにお願いいたします。というわけで、
まあ有料ですけども買う価値ありますよ。というわけでこちらのアプリの紹介でした。さよなら。